疲れ様です。まあ記念日のプレゼントね、まあ、これ注意深く見てれば分かるんですよね。でまあ大体ちんぷんかんぷんとんちんかんなものが届いて、ああ全然分かってもらえてないんだなってがっかりすることが多いんじゃないかなと思います。あとはね、やっぱこう、まあ、年齢重ねると本当に欲しいものって、まあ、そこそこの金額になるんですよ。当たり前ですけどね、チューインガムが欲しいとかどこどこのおもちゃが欲しいってことにはならないんで、でまあなんていうのかな、まあ、好きな人とかね、思いを込めた人のためにそのぐらいのお金は避けるんじゃないかなっていうところが、避けなかったりするのがまあ大きなギャップになってくるんじゃないかなっていうところはありますね。やっぱね、金額出せばいいってもんでもないんですけども、うん、まあやっぱもらえばね、喜ばないわけにはいかなくなると思うんですけども、まあでも内心これは分かってねえよなみたいなのが結構あったりとかはありますね。それはね、まあ、それはしょうがないですよね。でもね、なんていうのかな、これ欲しかったんだみたいなのは、まあ、だんだんなくなってくるっていうか、それこそ中学生とか高校生の頃はなんか、あ、これ欲しかったんだよって当てやすいんですけども、年齢重ねてくるとね、長い付き合いにならないと見えてこなかったり、分かっていてもどうにもならなかったりとかっていうことじゃないかなと思うんですよ。だから一層何もない方が楽っていうかね、まあ、そんな感じになるんじゃないかなと思いますね。まあそうですね、なんかこうあれですかね、こう、まあ、何もなければこうおもてなしというかね、まあ人にプレゼントを求めるのもどうかと思うんですけども、まあ心がけてるのはちょっともてなすというか、まあ、スペシャルな一日を過ごすっていうことかなと。そのぐらいは別にお金もかかんないでできるかなとかね、お、気が利くじゃんみたいなことがあると、あ、やっぱりいろいろ思ってくれてるんだなっていうのは伝わりやすいのかなとは思いますけども、うん、まあでもなかなかないんじゃないですか、もう年齢重ねてくるとね、理解者も減るし、なんか何でもありがたく受け取っとかないと年寄りの頑固者と思われてもいけないんでね、うん、まあそんなとこじゃないですかね。まあそれは理解されないですよね、なかなか。あ、でもカメラのレンズとか確かにそんな買えないもんでもないけども、やっぱ人に送るとして5万10万のものってなんかやっぱり躊躇するんでしょうね、きっとね、うん、まあまあそのぐらいのもんだったということで受け取るしかないのかなというところでございます。難しいですけどね、やっぱりね、お金をかけずに喜ばせるものっていうのはあるんですけども、見抜けないと思うんで、そういうのは単純なのはお金をかけて絶対喜ぶだろうみたいなのを用意しておくことかなと。まあとりあえず金額張るとやっぱり、あ、すごいことやってくれたなって感動するもんですからね、まあ、そんなところかな。そんなとこじゃないですかね。難しいなと感じさせるのは。はい、じゃあね、Q&A の方ありがとうございます。じゃあ次回のカメラネタ、楽しみにしております。